くつおるかな。帰ったな、ゆうちゃん。歩いてるよ、ほら、出てくるね。ここからお話をさせていただきます。ほら、今見てもらって、今キングペンギンちょっと顔が横向いています。実はくちばしを翼の中に入れて今寝ているんですね。さあ、キングペンギンは今リラックスしているサインです。さあ、そして視界の方も見ていただきますと、ズームアウトペンギンやキングペンギン向こうの仲間が見えてきた。おー、丸飲みしたぞ、あいつ。ペンギンたちが熟睡は一切いたしません。さあ、というのは敵から身を守るために軽い役に踏み込んでいる状態になっているんですね。さあ、ペンギンたちもね、びっくりしてしまいまして、ちょっと向こうで首伸ばしてちょっとびっくりしています。それでは今私が餌を当ててあげておりますが、実はこの魚です。皆さんご存知の、これ分かる人いますか？昔惜しいアジ。アジ、正解です。正式名称マアジと言います。さあ、この魚をどうかペンギンたちには餌として与えております。さあ、先ほどから餌を食べてますが、ちゃんと頭から丸飲み、落ちても丸飲みをしてくれます。だいたいこの今お散歩に出ているズンボルトペンギンやケープペンギンなんかは、このぐらいの味この小さな体で2、30匹1日にペロリと食べます。とても食いしん坊ですね。さあ、キングペンギン顔見えました、起きてくれました。さあ、キングペンギン体がとっても大きいです。世界には18種類ものペンギンたちが生息しております。その中でも2番目に体が大きなペンギンと言われています。現在約ですね、90センチから1メートル以内の間の身長を持っております。体重は約16キロの体重があるんですね。この子たちは3キロから4キロの間の体重になります。この子たち小さく見えますが、ペンギンの全種類の中では中型のサイズと言われています。今先ほど私が投げた魚、もう1種類魚を今日は餌として与えております。さあ、こちらワカサギという魚です。さあ、ワカサギはちょっと大好物なので、あのように走って追いかけていくんですね。はい、ワカサギの魚にずっと食べてしまいました。あ、ふんした。さあ、それではペンギンたち飼育下での寿命をちょっとお話しします。約20年と言われています。さあ、当館でも一番年寄りのペンギンが53頭の中でもおります。実は32歳になる男の子がいるんですね。さあ、お年を取ってきますと、人間と同じように素足も目も見えにくくなっております。私たちが餌を差し出しても手を、ね、間違ってガブって噛んでくることがあるんですね。で、この島マリンランドペンギン、平成2年からこのように飼育を始めてまして、いいよ、そこ座ってておりますので、まず左側にタグつけてる子というのはここで生まれて育った個体になります。右側についてる子は他の水族館からやってきた子、もしくは平成2年の子を飼育する子は右側についてるんです。さあ、この子は他の水族館からやってきてくれた子になります。ほら、さあ、もうあちら、そわ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 しだしました。さあ、ペンギンたちも帰りたいようなので、この辺でペンギンたちには一旦プールの中へと戻ってもらいます。さあ、ちょっとお兄さんがね、ゆいちゃん入るよ、ここの扉開けてくれます。もうみんな忙しくなってきましたね。びっくりしないで帰るよ。さあ、一旦ペンギンたちにはプールに戻ってもらいますね。さあ、ペンギンたち戻るまで少しお待ちください。はい、じゃあ頑張ってプールに入って。さあ、頑張って頑張って、うじょー、さあ、頑張って、はい、頑張って頑張って頑張って、うじょー、はい、頑張って、うじょー、はい、かっこよく頑張って、うじょー、うじょー。